FM那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は午後1時を回りました。週刊ウィーラブ沖縄パーソナリティの国吉まりです。関です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組では意外と知らない沖縄のディープな情報や観光移住の際に役立つウチナーハック、おすすめのお店やイベントなどをご紹介していきます。この番組を聞けばどんどん沖縄通になること間違いなしという情報をお届けしてまいりますので、ぜひ最後までお付き合いください。改めましてこんにちは。あ、もう12月ですか？やばい、やばいですね。やばいですね。なんか年末ってなんでこんな過ぎるの早く感じるんでしょうか。恐ろしい。今年は早いな。なんかなんだろう、今年早いな。今年早いな。でももう明日1月からパッと一瞬だった感じですか。でもなんか結構今年関さんいろいろ後半結構忙しそうにしてたような。いや、後半っていうか、まあなんだろうな、仕事はそんな忙しくないんだけど新しいこと始めちゃったりとか、その準備と打ち合わせとかがで時間取られるのかな。まあでもそうか、始めるのにそういうの大事ですもんね。なんかそうそう、アプリ作ることを始めたりとか、まあ、別会社作ろうとしてたりとかするから、そのテストするってとか先なんです僕って。はいはいはい。作成テストして、なんか一生懸命組み立ててって、はい、すげえでかいもの作ったら組み立て図がいるんだけど、はい、うちらぐらいのまあ中小だとある程度これでいこうってなったら、マーケティングとかを考えてテストしようってやるんですよ、で、ダメだったら直そうってやるから、そのすり合わせに時間がかかったっていうのかな。なんかそれぐらいかな。なるほど。で、皆さんそれぞれ年末は思うところが多いかなとは思いますが、で今週のウィーラブ沖縄は12月4日、ね、いよいよ、ね、久しぶりに行きましたね。久しぶりにっていうところなんですが、那覇マラソン開催されますので、そちらの話をちょろっとしていこうかなと思います。で、後半は今年、まあ、12月なのでね、振り返り入れながらちょっとね、ウィーラブ沖縄についてお話できたらなと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。時間は那覇マラソンについてお話ししていこう行く時間ですけども、一応取材ウィーラブ沖縄でやったことはあるんですよね。遥か彼方昔ですけどもう、でその時は大変だったと聞きましたが、スタートを、歩道橋の上から撮影しようみたいなことがあって、まあ、場所取れないんですよね、もう。でスタートしたところを撮っていくんだけど、これ面白いんですけど、那覇マラソンで一周ぐるっと回ってくるから、ずっと規制が走るじゃないですか。道路の規制が走るんですよ。そうですね。そうするとスタートの時に、旭橋の内側、要は税務署側にいるのか、港側にいるのかで行ける場所が変わっちゃうんですよ。自分がその次コースの中側を取材して回るのか、外回らなきゃいけないのかっていうことなんですよ。で当日までいろいろ考えてたけど、道がないんですよね行けるどうにもこうにもあ、そうだからまずどこへ行くんだみたいなことがあって、まあ、とりあえず内側に行ったんですよ僕は。はいはいはい。でバイク借りてて、125のバイク借りてて、スクーター借りてて、すぐスタートしてったら国際通りの方に行って、で、ぐるーっと国際通り降りてきたら、今度
まあ、南下していくわけなんですけど、うん、それもじゃあ、うん、ここの歩道橋に行こうとか、はい、いろんなとこを探してそこをこう点々と行くんですよ、はい大変そう。そっか、そうですね、コース上走れないんですもんね。そう、うん、だからでも先回りしなきゃいけないし、先回りしてそのコースに出なきゃいけないんだけど、出れないとことかもあったさ、工事してる道路とかもあったかね当時は。あーみたいなの で、はいはい、で雨は降ってくるし、糸満、うん、行ったら雨だらけでさ、もうスクーター水没しちゃうんじゃないかみたいなところあるわけでもそんな感じなのと、もうね前の日から、うん、前の日にゼッケンもらったりする日なんですよ。そうか、そうでしたね、那覇マラソンって、うん、だからこれ4日が走る日だから3日の日の大野山とかめっちゃ混むんですよ、うんうんうん、まあモノレールも当然混むし、はい、スタジアムの中も混む。でもスタジアムの中はそこでみんなアミノバイタルとかああいうのほら買ったりとかもらったりとか、はいはいはい、いろんなことをしながら走ることの、うん、なんかスポーツのそういう関連のブースが出てて、うんうん、テンション上げながら、で買うのか買わないのかみたいなことをやりながら、うん、次の日迎えて行くみたいな。で大体まあその日の夜は前夜祭で飲んでたり、まあもう旭橋から大野山お六ぐらいの飲み屋さんは、うん、ほぼ走る人でいっぱいです、はい、で国際通り、はい、屋台村とかもみんなそうです、うん、すごいですよね。なんか走ろうっていう前にみんな結構飲めるんですね。うん、だそれしに来てるんじゃないの。まあそれも楽しみの一つなのでしょうね。走るこれ放送禁止用語なのかな、走るバカで言うと当日来て当日帰る人いますよ。あすご来て 42.195 キロ走って帰る、底なしの体力じゃないですか、ね、だからゼッケンとか前の日仲間とかがなんかやってるのか分かんないけど、うんうん、やってる人いますよ。すごいね、しかも終わって打ち上げの飲み会に僕も参加したことがあるんですよ、はい、お六でそこ出て、はい、すいません飛行機の時間なんで帰りますって帰りますそこからすげえなと思ってすごい。で帰る時にじゃあ次のどこどこマラソンねっつって帰りますみんな。あなるほど、みんな走り屋、うん、なんですね。あとちょっと、うん、40キロに取り憑かれてる人たち、うん、40キロ走んなきゃいけない、もうなんかメンタル揃えて保ってるみたいな、そうそう走んないと死んじゃうみたいな人たちの集まりです、うん、はい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 、で僕はその輪に入れなくて全然大丈夫ですって言ったんですけど、うんうん、なんかスカイマークの社員さんとかが走る人がいて、その人たちの飲み会の中に なぜか入ったんですけど、はいはい、知ってるお店でね、はい、小さこっち行ってって言われて、うんうん、なんで俺がここなのみたいな、うんうん、それなんか何の人ですかみたいな言われて、走ったんですかって言って、お疲れ様でしたって言って、僕走ってないですみたいな走ったけどバイクですみたいな言ってる意味が分かんないですみたいな感じでした独特の世界がまたそこにあるんです、ね、そうだからもうね分かるんだけど、はい、俺もちょっとホノルルとか出たことあるんで分かるんだけど、もうみんなハイになっちゃってるんですか、ね、俺はハイにならなかったけど、はい、なんかどれだけ走れるのかなってやってみたって、で高校の時たまたまマラソン大会があったんですよ、はい、まあ、東京とか横浜に子供の国っていうのがあるんですけど、うん、そこの8キロコースっていうコースを走るって、はい、マラソン大会が高校の時になって1年の時に3位だったんですよ。あ4位かな、いや3位だ、うん、でずっと2位走ってて最後に同級生の三好ってやつに両備にいるやつに負けたんですけど、うん、でも1位が陸上部の同級生なんですよね、うんうん、はいはい、もうでそれ以下の陸上部のやつらも大変なことになってましたね。その後の練習が俺たちに負けちゃったサッカー部に負けたみたいな。なるほど。でもう一人のその俺の友達の三好ってやつは、うん、帰宅部でしたからね。すごいですね。卓球部かな、多分帰宅部だったと思うんだけど、あ、うん、でそれでなんか高校卒業した後に、うん、どれぐらい走れるのかちょっとチャレンジしてやろうかなと思って1回行って、うんうんうん、で2年目はなんか途中でご飯食べちゃって全然ダメで、はいはい、でもう走るのやめたんですけ ど、那覇マラソン来た時に取材行くってた時に、うん、おし走ってみるかなと思ったけど、うん、まあ、全然やる気なかったですね。なるほど、そこには行かず。でもうこの那覇マラソン結構なんでしょう、そのファンが多いマラソン大会なんですよ ね、 すね、うん、まあ、沖縄に来れる理由の一つもそうだし、うん、で参加者が大体2000人 2万人、2万人か、うん、もうすでに多分2万人超えてるはずです。もう受付は終わってるはずなんで、途中で1万人超えましたっていうのは俺見てたんですけど、うん、2万人までですっつって追加募集かけてても、うん、すぐ、即座に、いっぱいになったみたいなこと言ってたから、はいはい、もう多分いっぱいなはずです。そうですね、抽選でもう当たった人しか出れないんですよ。
なんか抽選マラソンってみんなそうなんですよ。だから、ね、名古屋のウィメンズとかもそうだし、はい、で名古屋のウィメンズは優勝すると、うん、なんだっけな、女の子だけなんで、はいはいはい、ティファニーのそのそれ用のネックレスとかがもらえるんですよ。でそれが欲しくてみんな出るの。確かにそれは欲しいかもしれない。完走したらで那覇マラソンはなんか毎年違ってなんか琉球ガラスの女の時もあるし、まあ、あとは分かんないけど、なんかそれをなんか毎年のを集めてるのが、うん、これ聞いてる人もいると思うんですけど、うんうん、ワクワクするんですね。意外とリタイアしてる人も多いですなんかちゃんとバスが走って拾っていく、うん、特徴として沿道で食べ物をめちゃくちゃくれるっていうのを聞いたことありますね。サーターアンダギーとか食ってよく走るんだけど、ちいちい乾かすんだろうみたいなそういう、はいはい、そういう感じ。だからね、なんか沖縄そばとか渡してるの見たことありますね。そうそうそう、あの糸満の方に行くとそれが行列になってて、そば行列なの。そば行列と青森とかも全部並んでるから、はい、すごいな。で俺取材して思ったんだけど、うん、帰ってくるの待っててみんな着替えて、うん、マッサージとか受けてから出てくるんですよ。へえ。マッサージも受けられるのがあって、はい、走ってるから、うん、全然帰ってこないの。うんうん、でも先に俺もしびれ気がして先に飯食いっちゃったんですよ、うんうん、お腹空いてるから。そうですよね。じゃあみんなお腹いっぱいなんですよ。なんでそれ食べてるから で俺取材だからペットボトル1個でずっと走ってるから、うん、お腹ペコペコでもうクソってなりますね。そうでコンビニ行っても沿道にいる人たちがみんな入るから、はい、雨とか降ってくるともう雨宿りもするじゃないそこで、はいはい、もうレジめちゃ混んでて、うんうん、買ってる間に行っちゃうんですよ。もう、まあ、買えないじゃないですか。そうそうそう、だからそれでも全然ダメ。もうだから那覇マラソンの取材はもうしないです。大変だったんです、ね。はい、誰か他の人が やってくださいって感じです。行かないです。でもね、走ってる人がひたすら楽しいマラソン大会なんでしょうね。あ、だからなんかなんだっけな、もう向こうの方行くとなんか教会のところで YMCA 踊ったりとかなんかいろんなことやるんですよ、で糸満の方行くと、はい、平和記念の方行くと海が見えるじゃん、綺麗に、はいはいはい、あれがずっと見えるからあそこでみんなハイになってあともうちょっとだみたいなノリになってくるんですよあと半分ありますけどね。そうそう、あそこから中に入っていくとうん、出店じゃないけどみんなが応援でほら、はいはい、いろんなものくれるんですよ、食べ物とか、はいはいはい、だからもうそれがすごい。あそこのそばまで、あそこのサータンダギーまでってやってるうちにゴールになるんですね、うん、そうすごいや。だからもうよくやってんなっていう、うん、でもなんか沿道でそのね、いつもお土産を準備してる人たちもなんか楽しいんでしょうね。そうそう、だから好きだし、うん、で本当に頑張れとか言ってあーとか言って、はい、声上げてる応援団とかいるんですよ、うんうんうん、なんか高校の部活のノリみたいな、中学高校の部活のノリみたいな、はいはい、多分でもその人知らない人よねっていう。そう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 。だからすごいなって思う、うんうんうん、なんかそれ俺はもう高校時代からやってね、そんなことやんないからそうなんだと思って見て、はい、冷たい目で見てましたけどもうそれぐらい、ね、応援する方も走る方もちょっと熱が上がる。なんだろうね、すごいですよね、うん、なんか名古屋のウィメンズも一回見たことがあるんだけど、はい、あそこなんか狭いから十字にこう走ってってゴールするんですけど、俺の知り合いが走ってきた時にはもうトップの選手、うん、向こうから戻ってきて最後のこう十字を戻ってきてえもうゴール行くだけじゃんみたいな、はいはい、えそんな違うんだみたいな感じを、うんうん、那覇マラソンもそうだけど、はい、もうゴールしちゃったんじゃんみたいな。そっか、折り返しとかでそうか、姿が見えますもんね。向こうの方行ってる間に、糸満の方行ってる間にもうトップの人って帰ってきてるんですよね、うん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 、だ それぐらいの写真撮れるかなと思ったけど全然撮れなかった、はい、でも5人ぐらいでやんないと多分無理な、ポイントポイントで決めておかないと、うん、やんないともう無理だね。1人ではなんか大変だったんですね、うん、2人だったんだけど、あ2人か、うん、もう全然無理、うんうん、無理だねこれっつって、人が必要だねっていう。そうでもいやそこまでやるかっつって那覇マラソンそこまでやってなんかあるからみたいな。なるほど、まあね、那覇マラソン取材してる人も多いでしょうしね、うん、うんうん、まあ、あとはねやっぱ RBC さんとかもやってるからさ、うんうんうん、なんかちゃんとカメラ入れてるとこもあるだろうし、はいはい、まあ、うちがやるとこでもなかったんだけど、まあでも経験して面白かったのは、はい、あこんなになんだろうファンがいるんだなっていうのはすごいなと思った那覇マラソンは、うんうんうんね、私も、ね、全然走れない人なので噂に聞くとすごい楽しいらしいっていうファンも多いってよっても聞いてたので、そうそう多いんですよ。これだけのために来る人いるし、うん、外れちゃって泣いちゃうやついるらしいから、すごっ、うん、そんなに見たいですよ。行きたがってもらえてるマラソン大会なんですね、うんうん、だったらもう一回やっちゃ違うところでやっちゃえばいいのね
なるほど、セカンドみたいな。そうそう、那覇マラソンセカンドとか、なんか予選じゃなくてその抽選落ちした人たち、うんうんうん、先着何名で走れるみたいなのをやっちゃえばいいのにと思うんだけど、まあ、道路の規制が大変なんだろうね。まあでもそうですよね、その日ほぼ一日中那覇から南部は行きづらくなっちゃいますからね、はい、12月4日は絶対、車の人は要注意です。そうですね、私も基本その辺には行かないですね、はい、で国際通り行けないからね。国際通り行けないので、まあ行ってもパレットで遊んで引き返すかなっていうぐらい。あ、そうそう、で、ね、あそこのだから旭橋の前のあそこの58が全部通れないから、うんうんうん、国際通り行くまで、はいはい、行ったら多分警戒線一番後ろが行って何分後かに解除していくとは思うんだけど、うんうん、まあ、国際通りも一番初めに解除されていくと思うんだけど、はいはいはい、だその流れが分かればいいけど、けど多分は、ね、その年走る人たちのペースにもよるんでしょうし、うん、これ知らない人は大変だから那覇マラソンだよっていうのは、うんうん、FM 那覇でもちょっと声を大にしてみんなが言わないと渋滞はまりますよ ね、 そうですね。東京の時だってね、東京国際マラソンの時の俺皇居とこいたことがあって、なんだろうこの渋滞と思ったら、うん、これいつ切れるのみたいな話しすよ、いつまで出ればいいのってなります。そうですよね、1時間ぐらい止まってたかなその時は。確かに観光で知らずに来てなんかやってるよってなってレンタカー借りた後とかだったら結構怖いですよね、うん、あでも多分観光客の人はレンタカーとかのも多分言ってるでしょ、うんうん、初めかもこんな那覇マラソンですよとか、あ、言ってくれてるとありがいいかも。いつだっけな、沖縄のあれがあるじゃない、はい、自転車、あ、ツールド沖縄、はいはい、あれは元部のダイビング協会がこの日来るんだと来れないかもよって拡散してて、俺多分 Facebook で拡散したけど、そういうのは多分関わってるところが結構やってくんないと、そうハマっちゃうところ結構痛いよね。観光のスケジュールガラッと変えないといけないとかありますもん、うん、だって南の方予定した人は全滅でしょ、うん、あの中部とか行った方がいいってなりますもん。そうそうそう、今日はってそう、これもう本当に中にいるのと外にいるので、うん、運転の差だったんで、はいはい、どうやってバイク屋さんまで返しに行くか、おろくだったんだけど、うん、大根山のちょっとしたところで借りたんだけど、はいはい、どうやってここの店まで行けばいいんだろうって最後まで警戒抜けないなってなりますもんね。そうそう、あ、ここで行き止まりなんだとか、はいはい、なんかそれを結構考える。そうですね、うん、今それ考えるの結構大変なので、行かない方がいいっていう。そう、興味がない人は行かない方がいいし、うんうん、沿道で誰か走ってるんだったら、ね、応援行くんだったらもうね、あらかじめ事前にこの駐車場に止めるって決めて、うん、そうで、変な本当に仮装してる人いっぱいいるんですよ。これめっちゃ面白いんだけど、うんうんうん、初めみんな服着てるんだけど、はい、最後暑いから脱いでくるんですよ、はいはいはい、その着てる人も、うんうん、なんかプロレスラーのなんか格好してもじもじくんみたいなの着てる人がいたんだけど、はいはい、最後戻ってくる時パンツ一丁だったもん。パンツ一丁とか、まあ、本当に全身タイツだけとかこの人面白いなと思って、相当走ってて暑かったんだろうなみたいな。でもそうでしょうね。そういうのが見てて面白いかもしれない、ね、なんか毎年泡盛りの瓶みたいな頭つけて走ってる人いやでも大体リタイアしてたりするから、ね、途中で脱いでたり あれで感想は厳しいですって本当に。でもあの流銀のあのなんだっけ、あ、ロボットですか、うん、はいはい、あれ毎年あの人乾燥してるよ。恐ろしいですね。なんか俺が書いたら、うん、僕の先輩ですって言ってた人がいて、マジかみたいな。すごい、それは尊敬しますね。あと多分リアルマモル君が毎年、はい、なぜか仲いいんだけどリアルマモル君はなんか来て走ってるんですね、うん、大丈夫ですよ乾燥しましたよってこの間もなんかコメントを前の取材した時にいただいて、よかったよかった、うん、そんな感じ。確かにそういうの見るのちょっと面白いかも、楽しいのと、うん、ちゃんとだからもう那覇マラソンの前に飲み屋さんとかも予約してないと、うん、まあ、この近辺はもうほぼ入れないと思った方がいいし。そうですね、うん、僕の知り合いとかね大体頼みに来るんだけど、もう無理、うん、無理です。僕に言っても無理です。この日はちょっと場所をずらしてください、うん、だから僕が行ってる、うん、あの大根山に住んでた時に行ってたお店とかも、うん、もう、うん、あの資生堂さんとかが貸し切ってたりとかするんですよ。関さんすら入れないですって言って、うん、一人で昔カウンターで飲んだことがあるけど入れてって言って無理無理、ここだけだったらいいですかって言って出してる人に、はいはい、すぐそこに住んでる人なんでいいですかって言って、うん、ご飯食べてないように食べさせてください食べたらすぐ帰りますみたいな。
そうなんですよ。もうね、どうしても那覇市内でってのはもう諸町とかの辺の方に行っちゃった方が早いかも、ね、かもしれないですね、うんうん、で意外と泊まるとこがさ散ってるからさ、うんうん、諸町だってでも人はいると思うんだけど、うん、なんか、まあね、大名前の周りよりはいくらか座りやすくなってる、うん、観光来た人は大体国際通り行くからみんな行きたいから行きたいから行くからそっちには行かない方がいいです、うんうん、まあね、この日ばっかりはちょっと譲ってや、うん、ね、そのね、走って喜んで帰ってくれるからね。本当ですよ、すごいよね、すごいですよ。なんでしょう、私たちには考えられないことですからね。いや、考えられないね。まあ俺もハワイまで行って、そう、ハワイまで行って走って帰ってきたことあるけど、やっぱそれだけじゃ終わんなかったもんね。うんうんうん、まあせっかくそこまで行ったならっていうのもありますしね、うんうん、それからハワイに行くのは嫌いになったけど、うん、走るの思い出す、ここ走ったんだよなとか思い出すじゃないですか、 なんか楽しくない、あんまりいい思い出じゃなかったんだ。そうそうそう、疲れちゃったからね。はい、うん、ということで、12月の4日、はい、那覇マラソンで走る人たちは思いっきり楽しんで、応援する人たちも楽しんで、ね、はい、でちょっと自分関係ないなっていう人は行く場所を考えてもらえればいいかなと思います。それぞれ、ね、12月4日楽しんでいただければと思います。うん、ではこちらから後半のコーナーとなりまして、今日はちょっと早いですが、今年1年を振り返ってみたいなと思います。早い ね冒頭でも今年は早かったって言ってましたけど、早かったですね、今年。そうですね、あっという間で何やりましたかねっていうところからなんですが、今年1年で一番記憶に残ってることは何ですか。うんうん、今年1年で、この放送関係なくですか、うんうん、だと3年ぶりに飛行機に乗ったですかね、私は。あ、うんうん、やっぱそういうことだよね、うんうん、外に出たっていうところかなと、まあね、うん、私個人としても思いますね。そうだよね。関さんは何か、これ今年だからってありますか。いや、今年だからはあんまりないかな。なんだろうな、うんうん、なんかその他から移住してきた人と一緒に潜るようになったこととか、あ、だからもう全然会ってなかったんですよ、はいはい、マレーシアに移住してた方で、はいはいはい、で実はウィラブ沖縄を立ち上げるきっかけになった会社の社長なんですよ。そうなんですね。じゃあ、ね、すごい、たまたま引っ越してきたのは知ってたんだけど、諸町あたりに住んでて、うんうん、共通の知り合いもいっぱいいるから知ってたんだけど、はい、なんかセルフダイビングやる人みたいなことをフェイスブックに返して、はいはいはい、まあ、俺は全然、ね、潜って一緒見たこともないし、うんうん、まあ、そんな上手いか下手かも分かんないし、怖いし行かないしと思ってたんだけど、うん、たまたま行った日に後ろにいたんですよ。じゃああれと思って、話してる声聞いてあれと思って、うん、よっぽど縁がありますね。そう、それ、まあ、そこから登るようになったんだけど、うん、まあ、そういうきっかけってあるんだなっていうのは、うんうんうん、まあ、別に経験してたわけじゃないんだけど、はい、なんだろう、なんかマンゴー農家やったりとかして、あ、藤田社長をつないだりとかいろいろしてたんですけど、はいはいはい、裏方でだけど、なんか久しぶりに再会して会って話すると、うん、あ、なるほどなみたいなことがあったりとか、うん、自分がなんかふと立ち上げた時、うん、でこんなこと考えてたなみたいなこと思い出したりして、ちょっとそれを振り返るのと、まあ、アプリにするって考えてたのを止めてたんだけど、うんうん、まあ、一気にそこを動いたりとかするきっかけかな、はいはい、なんか本当にウィラブ沖縄立ち上げて、まあ、ウィラブ大阪とかいろんなとこあるでしょ、静岡とか、うんうん、群馬じゃねえかな、群馬かな、栃木、あ、群馬か、うん、とか、あとどこだっけな、
いっぱいあるんですけど、はい、岡山とかね、うんうん、それってうちが立ち上げを手伝ったんですよ。まあ、うちはグループとしてやってもらって、はい、うちがコンサルしてやった人たちなんですよ。なるほど、うん、だからそれのきっかけを作った人なんで、うん、そこで講師ずっとやってたんだけど、うん、それでも久しぶりになって話して今何やってるんですかみたいな話になって、うんうんうん、そうだよなみたいなことになって、うん、当時のことをちょっと思い出すきっかけ、はいはい、うん、何かその定期的にじゃないですけど何かの時に現れる人って感じですかね。まあ、それともいろんな形であって、うんうん、なんか最近フェイスブックで言うと僕が本田の時にお世話になった店長さんがいるんですよ、うんうん、めっちゃお世話になって、はい、なんか一番多分僕は人生の中で一番勉強させてもらった方だと思うんですけど、はい、その人と普通につながってて、うちでバイトしてて社員になった子が一人女の子がいて、うん、そのことはつながってたんですよ、はい、ね、お店長とつながったぜってね裏でメールしたら私もちょっと友達申請してみますみたいなことやってたりとかして、うんうん、まあ、そういうなんか昔の付き合いがあってすごくお世話になった人たちがいっぱいいたんだけど、うん、結構投影になってたんだなっていうのと、うんうん、まあ、ちょっと一番衝撃的だったのは、僕はですよ、はい、FM 読谷の、うんうん、副局長の比嘉さんって、はい、比嘉美幸さんって方が、はけずべ亡くなったんですよ。まあそれも先月の話なんですけど、はい、それが多分一番衝撃的で、うんうん、3日間ぐらい泣いてましたね家で。そうか、すごいお世話になったっていうのと、う、うん、私も、ね、ニュースで拝見したんですけど、すごいなんか年齢もお若くて、いや46、うちの嫁より1個若いんですよ。でなんかその、ね、身近な人がそういうの年でちょっと、ね、そう、それもそうだし、見なくなってしまうっていうのと、もうね多分ね10日か2週間ぐらい前にもう復活するから、はい、北山のね米原さんとめっちゃ仲良くて、うん、弟子行くから一緒に関さん行こうねってメールが来てたんですよ、うんうん、あ、行きましょう行きましょう、ぜひ行きましょうって言ってて、不法の話をもらったから嘘でしょって、ちょっと意味が分からなくて、で一緒にラジオやってた新垣さんって方がいるんですけど、新垣さんもいやもう復活するって言ってたよねって言うから、超元気だったじゃん、そうそうそう、それでびっくりして、で葬儀もほら沖縄って告別式行くとさもう火葬が終わってるじゃないですか、内地って違うんですよ、そう、告別式から出て行って焼いて帰ってくるから、その間にちょっと談笑する時間とかがあるんだけど、それはないから、結構それがまあ忘れてて、俺親父さんのしか出てないから、うちの嫁さんのね、はい、だからそうそう忘れてて、あ、やっちまったと思って、まあ当然時間もなかった、うん、取れなかったんだけど、なんかお通夜とか行けたら行きたかった、そうそうそう、あ、やっちゃったなと思って、うん、それはもうちょっと衝撃のことはその2つぐらいかな、うん、だからまあ一つはなんかその原点に戻るみたいなことをちょっとここへ来て思って、うん、で、まあ一人、まあ、大切な人は亡くなっていくっていうことを見て、うん、やっぱ改めていろいろ考えなきゃいけないかなみたいなとこは、ね、時間って有限だなっていうのはなんか感じますね。いや本当そうだと思う、うんうん、だからまあうちがアプリにしたりとかしてるのも、アプリの会社別で作ったりするのもそうなんだけど、うんうん、ウィラブ沖縄をアプリ化するっていうのは実は半分就活なんですよなんか関さんの中で、あ、そうそう、でなんでかっていう と、アプリにしてあげないとできないからなんですよ、みんなが。アプリにする方が、そっか、そう、アプリにしちゃうと機械がやってくれることが増えるから、うんうん、マーケティング上っていうかそのビジネスモデル作っていくみたいなところだと、例えばプッシュが飛んでいくのと、はい、じゃあ読まれるメルマガ書くのとどっちがハードル低いかって言ったらプッシュ飛ぶ方が低いじゃないですか、うん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 、で開封率で、開封率みたいなこと言うと、まあ、これリスナーの方は分かんないと思うけど、メルマガって 20% 前後なんですよ、読まれる率、そうそう、率がね、だけど、はい、プッシュって 40% ぐらいあるから、じゃあそこで差別っていうか、やっぱツールを使いこなすっていうのはインターネットってやっぱすごく大事なことなんで、うんうんうん、そうするとうちはそれ残してあげることで、うちはスタッフ入れていこうと思ってて、はい、で当然スポンサーにも今まで以上の成果が出せてあげられるし、うん、今までって俺がコンサルに入ってあげてコンサルの費用もらって、はい、いじってあげてやってたわけじゃん、はいはいはい、そうすると俺しかできなかったんだけど、関さんありきって感じになるんですね。でもうちにスタッフ入れてってもうちのライターが社員になってスタッフになっても成果は上がるんですよ、うんうん、簡単に言うとね、まあ、そんな すげえ簡単には上がらないけど、はい、セオリーさえ間違えなければちゃんと上がっていくことができるから、うんうん、いやちゃんと組織にしようと思ったので、それは何でかっていうとお客さんに迷惑がかかるから、俺にもしああいうことがあった時に、うん、うちの嫁に迷惑がかかるのはしょうがないんだけれど、はいはい、お客さんに迷惑がかかるんじゃないですか、一人やってると、うんうん、だからそれをちゃんと組織にしようと思ったの。なるほど、だから制作会社は別に作って、はい、アプリの制作会社は別にして、そっちはそっちで作る会社で、うん、ウィラブ沖縄は今まで通りウェブメディアっていうことで
やっていくっていう形、そういえば電子書籍とかも俺がやってたことをちゃんと継承していって、うん、教えてあげてできたらいいよねっていう、はいはい、アプリの中には実はブックスタンドが入ってて、はい、PDF とかが入ってもうすでに環境省のも入ってるんですよ。だからペットには今なんだっけ、チップ入れなきゃいけないとか、マイクロチップ入れなきゃいけないよとかってあったりするんだけど、はい、そのパンフレットを入れてたりとか、はい、それは無償でうちが入れてってあげるんですよ。そうそう、県のある PDF みたいなパンフレットあるんじゃないですか、はい、あれみんなもらってもゴミになるでしょ。PDF でくれたらうちのアカウントに全部載せてあげるよって。ああ、そしたらもう見る方としてもここ開けば見れるっていう。そう。で自分がお気に入りから削除すれば自分のお気に入りのマイブックスタンドみたいなの作れるから。でカテゴリー分けもできてるから、カテゴリーで探すこともできるから、いらなくなったら捨てるってことができるわけですよ。それと探すのも楽になりますね。そう。だからそれもまあ集めながら、スポンサーも集めながらつって、とにかく今まで取材を通して全部やってきたことをそうしてたんだけど、取材でやったことはうちは本にしていこうと思ってるから、うん、それはもう紙媒体かちょっと分かんないけど、まあ Kindle は俺が本当に教えられるから、今いるライターには Kindle のランキングアップどうやってやってるとかも今講座作って教えてるから、それでまあちょっと形変えていってあげようかなっていう。あの電子書籍にもして、だから今北釜とかは本当にそうだと思うんだけど、うちが書いてるやつは多分相当売れると思うよね。だって3年ぐらいかけてさ取材してるから、そんなこと知る人はいないんですよ、で多分もうあの資料としても使えるようなものもいっぱいあるから、それはもう別途違う金額で用意しといて、そういう資料と形で、まあ、写真集とかにもなりますしね、まあ、そうそう、で写真集を出していこうっていうのはずっと前から構想があって、でそれはもう着手してるんだけど、それをだから 誰にやらせようかって、どういう意味でやってるのかっていうのを全部だから事業体としてきちっとやるために、うち今社員2人しかいないから増やしていって、まあ、株式会社に変えていってみたいなことを考えた時に、まあアプリがいいのかなっていう、だ全て通って、まああとまあモバスタさんともねタイアップできたっていうのがあるんで。そうです、先週もお話ししてましたしね、そうそう、まあ、まあそれは一番大きい、やっぱ登録商標が入ってたりとか、そのビジネスモデル特許があるものを知らなかった、勝手に使ってること自体っていうのは、まあ間違いなく犯罪でしょ、だからそれ嫌だなってみんな言うかもしれないけど、ビジネスとしてやっぱそこら辺って商標とかって当たり前だから、大事なところですね、うちみたいに、まあ社名になってたってやっぱ考えるんですよ、ウィラボ沖縄って使えるのかみたいな商標とかもあるんだけど、まあ、それはうちいろいろ裁判やったりして全部うちが手に入れようと今動いてるけど、まあ、お金払うのか分かんないけど、で必要であればやろうっていうことになってるけど、まあ、そういうことってやっぱり、うちは社名だから別に登録商標関係ないんだけど、あの物をなんか商品売っていくってなった時に必要になってくるから、そこに関して、きちんと、だ結構著作権侵害やってるのは、まあ、大手さん結構バリバリやってるんですよ、モバイルサンプラリーだと、まあ知らなかったっていうのであれば100歩譲るとあれですけど、でそれを知った後にじゃあちゃんとやってよっていうところはありますよね。あ、そうそう、知っても大体仕方するから、みんな、だそれを差し止め請求できるようにして、ロックオンしようかなと思っていて、でそれはたまたまね、僕がその、不動産系の方のまあ係争の専門の仕事をしてた時期があるから、まあ、不動産競売とか専門だったんで、そのまあ裁判所に対して抵抗がないっていうのがあるのとなるほど、でまあいろいろそれを、裁判所でいろいろ話をしたり聞いたりして、まあ、どうするべきなのかみたいな、手続きはもう大体分かってるんで、まあ、差し止めして、まあ、執行できるようにしちゃえばいいんじゃないのっていう話になったんで、ただその沖縄では、まあ、うちがうちとしてやるからにはスポンサーがいるからさ、荒っぽいことしたくないから、まあ、コンプライアンスでちゃんと話をしていけばいいのかなっていう。そうですね、こうなので、でも変えてくれませんかっていう、でも実はねそういうこと分かってる大手さんで、ポータルサイトやってる会社があるんですよ、多分マリちゃんも知らないくはないんですよ、絶対知ってると思うんですけ ど、 なるほど、そこからちゃんとオファーが来てるのあ、そこはじゃあちゃんとだからもうリーガルチェックしてて、でその分かってないって言ってるところっていうのはリーガルが甘いんですよ、だから脇が甘いから、まあ今後はそういうことで言うと、逆に中国あたりに商標持ってかれて、ビジネスマージン持ってかれちゃうみたいなこともあるから、まあ、そういうことを考える時期なんじゃないのかなっていうのも含めて、うちはまあこれに3年かかったんで、ここはしっかり守っていきたいなっていうのと、そうですね、そっち側でやってる人たちにまあ迷惑かけたくないのと、タイアップしてその本当にマリオとか作ってる会社
とアプリそっち側を作ってるんで、まあ、そことうちがどうやって絡んでいくかっていうことも含めて、うん、そこはだから別体で会社を作って、まあ、SE とかをちゃんと入れていくんですけど、そうで今のウィラボキナ自体は、まあ、ライターさんたちも仕事がなくならないし、うんうん、あの協賛企業さんを取ってくれて仕事もできるし、うん、でそれに対して、スタンプだったり、うんうん、クーポンだったりっていうのを出してもらって、まあ、いろいろできるのかなっていう、うん、じゃあもうこれからはそのウィーラボ沖縄っていうサイトも残りつつアプリとしても新しく誕生して、そうですね、アプリを走らした後に、はい、走らしてある程度、動きしながらライターさんには全部中に入っているやつコンテンツを一回全部抜き出して、はい、書籍にするやつまとめるのと、はい、サイトの中に残すものを振り分けるふうに考えます、うんうんうん、でまあ多分もうサイトの時代じゃないってちょっと思ってってるんですよね、だんだん変わってきてるんですね、うん、でもやっぱりそのブログメディアみたいなことだったまああるんだけど、そこが成果が上がるところもあるんだけど、うんうんうん、SNS に動いていって、うん、沖縄みたいなところってやっぱ映えるからみたいなことになってインスタになってたじゃないですか、はい、でもいつまでもそのインスタが続くわけじゃないから、うんうん、ってなった時にやっぱ自社媒体としてちゃんと機能するものを持ってようっていうのがうちのずっと考えてきたことなんですよ、うんうん、だからまあオンドメディアっていうことをやってきた会社だったので、はい、だそう考えたら、まあ、これから、ね、コロナになってうちも助けられなかったお店がいっぱいあったりね、知り合いのお店も潰れちゃったりとかしてるからさ、はい、それは悲しいよねっていうところなん で、ね、だもっと早くリリースしてればよかったなとはちょっと思ったり、でも その準備っていうのも怠らずにやるためにはこれぐらいちょっと時間が必要だったっていうのもあり、まあ、必要だったっていうのと、出口が見えなかったじゃん、入ったばっかりのコロナ禍の時って何も見えなかったじゃない、そうですね、来年開けるんじゃない来年開けるんじゃないみたいなのもあり、そうそう、でも今アクセル踏んでいかないと、うん、アメリカの情勢もちょっと変わりそうだし、うんうんうん、ってなると、まあ、中国との関係とかいろんなことを考えた時に沖縄って結構危険な位置にいると思ってるんですよ僕は。まあそうですね、うん、でまあ、そんなことはいえども景気は戻ってきたけど物価高になってってるから、うん、実際みんなの資産って多分円だけで持ってる人って相当少なくなってると思うし、それを運用してないってことはお金が働いてないってことだから、うん、企業としてそれやってないってことは結構致命傷になってくだろうし、うん、そういうことも全部踏まえた時に、まあ、最低限これぐらいのことをしていかないと残れないかなと思ったんだよね。ある人には本当に県人会のある人にはこれってコンベンションさんとかやる仕事じゃないのって言われたよ。でもそれって予算取って結局社員がやるって社員がやっても分かってる人が頭立ってやんないと多分できないんですよ。でも確かにそうですね、予算与えられて取材しましょうって北釜の記事書くって言ったら予算内でうちの記事書けるかさ書けないよ。はいはい、いくら突っ込んでると思ってもみたいな3年密着だぞっていうそうで、それでじゃあマネダイズいくらなんだってのは企業だったから、うん、だからうちもそれを やるんだけど最終的にはね、うん、だけど、まあ、そこまでしてやっても価値は見出せたよねっていうところを作ればいいと思ってるから、はい、もうそこはいけると思ってるんで、うんうんうん、海の中だってそうだけど別に趣味が仕事に変わるっていうわけじゃないけど、うん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 、これからだんだん変わっていくだろうし、はい、写真1枚だってここで何が見れるかっていうだけでお客さん来てくれたりするわけだから、うんうん、それはうちが写真撮ってるだけじゃなくてダイブショップとかも撮ってるやつ提供してくれれば、うん、もしくはそう PDF とかも貸してくださいって言ったら内容見て、まあ、問題ないなと思ったらあげてあげればさ、うんうん、それでお客さん増えたりガイドブック見てくれて、でガイドブックもダウンロードされてるやつは分かるんですよ数が。あ、ダウンロード全然されてないから変えましょうって言えるんですようちが。なるほど、ちょっと何か足りないかもしれません。表紙がダメ、だいたい表紙がダメです。そうか、最初にダウンロードされない。そうそう、最初にダウンロードされないと表紙がダメとかだから、うん、こんなのにしてみたらとか言えるってことで、ね、そうそう。で、まあ YouTube もうちはやってるから、うん、まあそういうチャンネル登録増やせば、まあ従業員がそれやっていけば、うんうん、普通に、ね、収益にはなるんだろうし、はいはいはい、うん、なんかそこの辺も。まあまあ、マーケティングコンサルを僕はやってるから今までやってきたんだけど、うん、いなくてもできる会社の運営状態作れればいいのかなと思っていて、はいうん、だから分業でその分まあ責任も生まれるけど、うん、もうその分収益もちゃんと安定するみたいなところ、うんうん、あとライターの育成は通常通りやっていくから、はい、そうすれば電子書籍のライティングなんすよ。もうウェブライティングって人がやる時代じゃなくなってきてるから AI とか AI ですね今、はいはい、うちなんかもやっぱツール使ってるからその早いもんね。でそれを直した方が早い。
書かしといて一回書いてもらってそれを訂正してって、うん、そうかそうか、うん、でそれはもうほら均衡化するんですよ、うんうん、Google も AI だから上位表示しようとなったらどっかで標準化するじゃないですか、はいはい、それまでのせめぎ合いするだけだからそこにわざわざ資産投入して勝負するんだったら AI 作った方がいいわけだから、うん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 、じゃあライティングの技能を伸ばしていったら、はい、文章読ませるって言ったら長い文章って、うん、なかなか AI が書けないし、はいはい、ストーリーってなかなか書けないじゃないですか、そうかじゃあそこにちゃんと特化していってちゃんと書いてあげる、だ北釜のもちゃんとストーリーになって書いたものが上がったら、うんうん、北釜行きたいなって思うだろうし、うんうんうん、それはヤンバルクイナのロードキルのね生々しいやつ見たら気をつけようって思うだろうし、うんうんうん、なんかそういうことをしていく感じかなっていう、その、ね、心に刺さる文章を作っていく、うんまあ、あとコピーライティングみたいなことも覚えていってもらうと、うんはい、まあそれは俺だけがやるわけじゃないから、うん、その専門家の人がいっぱいいるし、そうですね、うん、あとウェブライティング協会ウェブライター検定協会か、はいはいはい、ともタイアップしたので今回、はい、うちを通して、試験を受ける方はちょっと割引になります。いいですよね、3000円ぐらいなんですけど、いやでも結構検定料ってバカにならないですか。1万円いくらするでしょ、うん、そんであの合格用の DVD 買うと2万円ぐらい払うから、それ3000円引かれるだけでさもう1冊本買いちゃう、うん、2冊ぐらい買えるか。そうですよね、ありがたいと思います、うん、とても、うん、だそれも一応タイアップしてきたんです。それも大々的に言ってないんだけどそう作業が作業っていうかその企画が今アプリで止まってて、はい、ちょっと審査を出したり、今これ放送やってる時には多分もう出てるとは思うんですけど、はいはい、ちょっとせめぎ合いをしていて、うんうんうん、でそれどこまで今回のに搭載するかとか最終調整中ですかね。あそう、うん、だかもうもしかしたら、読みにいいアプリがあるんですけども、読みにいいアプリの方が先にリリースしようっていうのがちょっとやばい感じで待って待って負けてやんないってなりますね。そうそうそう、一緒にうちが先だからって言ってて、うん、テストはうちが先だからって言ってて、うんうん、一緒にやってるんで、はい、3、4社まとめて今やってるんで、うちの最初にダンで出したらあとバババババンって、はい、行くんです。それがまあうちのねあの外部の人と一緒にやってるけど、うんうんまあ、なかなか噛み合わないまだまだそのあうんの呼吸にはならないね。もうちょっと時間かかりそうですかね、うん、昨日言った意味分かってないんだみたいなんで話さなきゃいけなかったりするじゃないですか、うんうんうん、うちのはいいんだけどクライアントの間違えてさ、はい、やられちゃうと、ああまあそのお客さんのものだと、そうそう、うん、でそれ会社にしようとしてるから他のやつにそれ教えながらやったりするからさ、ちょっと時間かかりますね、確かに、うん、めんどくさと、明日海行きたいんだけどなとか思いながらみんなから来るわけメールが、明日穏やかですけど行きますとか言って、明日仕事なんで午前中ってダメだ今日は行け、次は行けなさそう、ミーティング午後から入れてくださいよって言ったら朝一で帰れるじゃないですかとか言われてそれも究極だなと思いながら、うん、なるほど、さあどうするかなっていう、だから結構意外とまあウラブ沖縄は、うん、まあやめられなくなっちゃったんでいやそうそう、いや一時期本当にバイアウトするっつっても買い先も決まってた時期があったんですよ。そんな時もあったんですね、うん、もうやめようと思って、うん、俺が書く必要もねえだろうちょっと思ったんだけど、はい、まあここへ来てまたうちが撮ったですねヤンバルクイナの写真とかが、うんうん、ある飛行機の機内誌に乗ることになって、おなるほど、で今度はあのヤンバルのあのなんだっけヤンバルの森でしたっけ、はい、ヤンバルクイナの施設があるじゃない、はいはいはい、学習施設があるじゃないですか、 あ、 ります、ね、あそこにも来年にはうちが撮影した動画が、公開されるっていう、だからそういうことでちょっと貢献しちゃったんで、まあ、引き抜きなくなっちゃったっていうのもあってちょっとあの出店先を残しておかねばみたいな、そうそう、だからちょっとそうそう出店先で会社に入ってるのに、うん、なくなっちゃうのまずいでしょみたいな、でしかもだから撮影者の名前を入れるんだと俺とかの名前が入っちゃうと会社名と違うじゃんみたいになっちゃうじゃないですか。だからもう俺名前いらないでって言ってるんだけど。いや、おかしくなっちゃう。そうそう、おかしくなっちゃう。名前だけにするかどっちかにしようとかって今言ってるんだけど。機内誌の方も会社名になっちゃったんで。あ、うん、じゃあそっちで統一するかなみたいな。そうそう、やっぱ残してってなると継承していく人を見つけて、うんうん、やっぱやりたいっていう人とやった方がいいのかなっていうのと、うん、まあ俺じゃないだろうなと思ってるんです。沖縄の人が社長の方がいいと思ってて。あ、そう、本当に本来はね、はい、まあ、あえちゃんじゃねえよみたいなところをうちがちょっとまあそこはそこで重要なんだと思うんですけど、うん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 、あれはあれでやってもらわないと困るんだけど、そうですね、うちの立ち位置は全然違うので、また何でしょう、その
民間だからこそ自由に動ける部分もあるんでしょうね。もうその予算組とか、なんかこっちの顔立てたらこっち顔立てないみたいなのってバランスが多分必要だったりするんで、でやっぱりね、その大きなホテルとかには腰低くいってると思うんですよ、なるほど、なんか星野屋さんとかともいやそうじゃない、じゃあうち掲載しませんとかって言えないと思うんですよ。うちは言うじゃん、まあ、マリちゃんしてると思うけど、俺出さねえと言うから、ふざけんな出さねえよとかって言っちゃうんだけど、どこにも角が立たないようにっていう動きをする、そうそう、やんなきゃいけないじゃん。うちは別に民間だから、民間の支援があって民間でやってるから、いやここは出すけど、ここはそこの会社がすごいスポンサーで、こっちはうちと仲悪いから載せてほしくないんだけどって言われたら、ちょっと掲載考えますって言えるんですよ。まあそこはしょうがないよね。そうですね、その独自の立ち位置なんで、ね、一つのなポリシーがあっての会社なので、だからまあ、そこは継承してもらってて、沖縄のきちんとしたことを伝えていくってことだけは、まあ、FM 那覇やってることと一緒なんだけど、うちはなんかちゃんとみんなに伝えていきたいなっていうふうに思ってます。だから那覇の人が知らない国頭村のこととかも教えたいしみたいな。そうですね、本当に国はあんま分かんないけどそれは俺の次第紹介するんですそうそう、ね、各市町村いろんなものがあってとか、ね、県内に住んでる沖縄うちのうちこそ知、ね、県内知らない場所たくさんあるんだろうなって、ね、今年だけじゃなくて私もこのラジオを通していろいろ勉強できたなって思ってますし、本当そうだよ、だから、ビーチクリーンビーチクリーンって言ってるけど、ビーチクリーンに来て集まってる人たちが駐車場のさゴミ拾いを黙ってやらないんだってちょっと思ったりするわけ、俺は見てて、あビーチだけっていうところですね。そうそう、いやここのやつがビーチに流れてって汚してるんだよね、はい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 、ってなったら街中のゴミ拾い始めとかスタートじゃねとかって思うんですよ、俺は、俺本当にダイビング行った時にうちの嫁が嫌な顔するぐらい周りのゴミ拾って車の中にビニール袋入れるわけ、それなんかコロナの時すごい嫌がるんだけど、いやそんなんで感染してたらとっくの俺は死んでるからってそうだからもう女その方行って駐車場とか行くと朝1台だけだとすげえゴミ拾うわけよ、それがすごいうちの嫁嫌いなんだけど、俺も絶対昔からやってるから普通にやるし、必要でしょうとも思うし、必要だと思うよ、だってそれがないと感謝してないみたいなんじゃない、ね、このゴミが今はここにあるけど強い風が吹いて落ちちゃったら海の中のゴミになっちゃうよねって思う、うん、なるほど、なんかそれはそういうふうに言ってる人たちはちゃんとやろうよって話で、ただまあゴミなのか遺失物なのかっていうことがあるから、そうサンダルとかちょっとやりにくいっていうのはあるよね、それはわかるけど、それは俺も置いとくけどさ、それはでも明らかに空き缶とかさね、タバコとかの吸い殻とかさ、まあ、捨てようよみたいなとかあるじゃないですか。ですよね、まあ、そう拾わなくていいように本当はこの置いていく人たちがちゃんとしてもらえればと思うんですけどね、まあ、そういうやつはそういうやつだからしないんだよね、ちょっと腹立ちますけどそういうやつはしないんですよ、まあ、一部いるじゃないですか、絶対にそういう人っているから、その人たちをつべこべ言うよりも、まあ、拾っちゃって綺麗にしてる方がいいんだよね多分、なんか俺はそう思ってて、昔はなんかイライラしたんだけど、それイライラしても変わんないんだもんねそうそう、30代の時めっちゃイライラしたけど、それさもう60近くなってさイライラしてもさしょうがねえしっていうか、まあね、その誰が捨ててるか分かんないんで言えないのもありますしね、ヤクザモみたいなの出てくるかもしれないと思ってる人もいるだろうしね、外人出てきて言葉通じないと思ってるかもしれないしさ、だから言った方がいいよねと、それ言うためだけに今一生懸命英語を学んでますよでも一つ目標があるのは上達のコツですよ、やっぱそこまあね、いろいろ横道にはそれだけど、まああれですね、今年その We Love 沖縄っていうものがちょっとまた形を変えて、まあ形変えなきゃいけなかったっていう時期だったんだと思うけどね、だからそれはまあその形がいいんだろうなっていうか、うちも簡単だし、協賛する人も簡単だから、なんかよりね成果が見られるようになるのであればいいかなっていう、だからまあそれどこうちがどういうパターンが一番いいのかっていうのまだ今やりながらなんで、だからあの絆道の吉郎くんなんかは協賛してたら、いやもうお客さんいっぱいだからいいですっていやそうじゃねえんだよつって俺たちが割引で入れたいんだよお客をみたいなのあるじゃない目玉店みたいなの欲しいな、そうだから別にもうういやこっちのお店やってほしいとかって言われたんだけど、ちょっと一、まあ、回入って話すわみたいなこと言ったんだけど、なるほど、だからうちは入れたいお店にはオファーを出していくし、で出したいっていう人は来てもらえばいいし、でポスターを
あちこちのお店に貼っていくんで、はい、ポスターの協賛してもらって、うんうん、でまあその人たちは協賛してるわけじゃないんだけど、ポスターの協賛から始めてもらって、うんうんうん、でなんか面白そうだなと思ったら協賛してくれればいいかなと思ってて、うんですね、なんかいろんなお店でそのポスターを見られるのちょっと楽しみですね、うん、とりあえずでも1000部ぐらいしか刷らないんで、とりあえず1000件ぐらい行って、うんうん、まあ、そこでもう一回考えて、うん、あ、そういうタイプなんですよ。あ、ガーってやって、うん、でいろんな声が集まって、はい、どうすっかなって考えて、うんうん、じゃあ次こう行こうかやりながら組み立てていく、っていう、そうやりながら組み立てるしかないと思って、1年やったら多分大体分かると思ってるんで、はいはい、チラシとかもそうなんだけど、1年続けて本当にやってバカみたいにやると分かるんですよ、うん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 、だこれも1000件やってダメだったら多分もう1000件あるんだけど、もうちょっとやってみて、そうそう、ね、様子見て自分納得に答えが出るまでやるから結果成功させるんですね。結果的に1年ぐらいで大体答えが出るんで、うん、はい、その間一緒に走ってくれる人がいれば、まあ、社員にしていこうかなみたいな感じ、はいはいはい、まあ、ライターさんですね。うちはまあライターのね、あの、ね、頭がいるんですけど、そう、うん、彼女にもう教えてねって言ったの、俺じゃなくてお前が教えてね、もう先生になってねっていう責任重大ですけど、慌ててますよ今どうしようどうしよう、なんかちょっとその姿も、そう、これを聞いていたらやべえと思ってると思いますよ、うん、でも本当そうだと思う、教えてやっぱ簡潔なんで、うんうん、きっと何でしょう、最初はね、そのうまく教えられなくてもだんだん教えていくうちに、ま、そうですね、自分の中にもまた落ちてくるものあるでしょうし、一応再来年から、僕が教えて今ライターの指導をやってる人間がうちの中に入ってくるんで、はいはい、まあ、そこまでどこまでいけるか、うんうんうん、その子が来た時は、まあ、うちはもう本当全部任せようかなと思ってるんで、はい、なるほど、うん、そうだ、ライター育成のね、前も話したけど、あれもまあ面接やったんですけど、すいません、全員落としてます。あ、全員落としてます。そっか、厳しく6人来たんですけど、すいません、なんかまあ最後までね、やっぱりその無償ということに対してちょっと安易かなって思ったんで、うん、ちょっと形変えるかもしれないです。なるほど、初動で少しお金いただいて、それぐらいの決断してきてねっていう感じですか、ね、そかパソコン買えないんですけどとか普通に言うんですよ。あそれ知らねえよって話じゃないですか、はいはい、多分その人たちってやっぱターゲットにならないっていうか、それを言っちゃったら、うんうん、なんだろうね、何でもタダでもらったらやるのかさ、やらないし、多分そういう人ってやらないんですよ。じゃあパソコン買ってあげてやるって言ったらやらないんですよ。そうか、もう過去の経験でいっぱい見てきてるんで、ある程度その、ね、なんでしょう、犠牲にしてでもなんか、うん、できる本気度っていうのは欲しいかなっていう、うん、で本当になんかなんとかライティングスクールみたいなのやってる人も沖縄でもいると思うんだけど、はい、もうその日じゃないんで覚えられることは、うんうん、その自信はもう、あ、教える講師が俺じゃないからねもっともっと上の名だたる人たちが、あの、まあ、大手 D 社っていう会社があるんですけど、はい、そこのなんかコピーライター養成講座みたいなの出て教えてる人いるんですけど、はい、そこの社員たちが参加する先生連れてくるんで、はいはいはい、まあ、県内では、まあ、普通の学べないようなレベルの、学べないっていうか、まあ、友達なんですよねまあそれは人脈ができることですね。そうそう、いやいや、人脈じゃないんだけどね、まあ、そうでもないんだけど一緒にまあお仕事したことないんだけど、もう本当に家も近いだけだったんだけど、うん、やってくれるって言ったらいいよって言うから、すごい、で、まあ、ね、うん、ウェブライター検定協会の吉川さんとこの間東京行った時に一緒にご飯食べて、はい、ご馳走していただいちゃって、はいはいはい、めっちゃ美味しい、で解説付き、魚の解説付きですごい詳しいんですね。あ、魚関係に仕事したらしくて、輸入の魚の輸入の仕事してるの昔っつって、で全部説明してくれるの、はい、俺なんとかって魚でねってすげえなと思って、こっちがメモだなみたいな、でそうそう、でライティングの話全然聞いてなかったでしょって聞いて、魚の話で、魚のってでもなんか一応タイアップできたんで、はい、その3000円安く受講できますよって言ってもらっていいですよって言うから、うんうんうん、はい、その検定もだから年に1回か2回あると思うんだけど、それを手伝おうかなって思ってて、はい、うちのライターに手伝ってもらってやってもらおうかなと思ってて、で資格も取ってねって言おうと思ってて、はい、俺はやんないけどね俺はやんない、全然やんない、どんどん皆さんにやってもらって、そうそうそう、まあ勉強するけど別に試験は受けないかもしれないし、うんうん、そう、それはなんかコピーライターもうすでに 4人呼ぶのは決まってるんで、はい、その吉川社長含めて、はい、それで教えてもらってねって話です。そうですね、ウェブのライティングはちょっと教えるけど、はい、もう それはだから AI がやるから何をすべきなのかっていうことを教えるから、はい、俺が教えたりすることの起点って多分マーケティングとかビジネスモデルみたいな話になっていくと思う、うん、
それのだからまあ緩い感じ、うん、でそれで需要があれば講座を作るかなと思ってるけど、うん、そうか、まあライティングだけじゃなくて、まあ、そこから派生するマーケティングだったりそのコピーライティングだったりっていうのまでまるっと教えないと、うん、仕事が取れないと思います、はい、でライティングって多分マーケのなんか一部だから、あーマーケが分かってないとどうするのがいいのかっていう、それこうやって書きますかっていう質問をしちゃダメなんですよ。だからこういうふうにやるんだったらこうあるべきだからこういうライティングするべきですよって分かってないと成果出ないんですよね、お客さんが、うんうん、だからマーケの勉強は、ライターにはしてもらおうと思ってます。なるほど、うん、最低限俺ぐらいっていう感じで、はいはは、うん、そういうことか。じゃああれですね、なんかとやっていく方も責任とかを持ちながら、まあね、うん、そこはまあ自身のあれですけど、うんうん、まあライティング習いたい人はうちの門叩いてもらってもいいし、うん、なんか手伝いたいんだけどって言ったら来てもらってもいいし、うん、まあ有料で受けることもできるんで、うんうんうん、まあ、一般の人もそのオープンセミナーみたいなのは参加費いくらかでできるようにはしますけど、覗きにまたちょっと覗いていただければ、うん、っていう感じで、ただ多分1万2万っていう金額が取ると思います、うんうんうん、はい、なるほどです、はいはい、で今年もまあもうちょっと放送もありますけれども、ね、はい、ちょっとずつ変わってきているウイラボ沖縄をこれからもどうぞよろしくお願いいたします、はい、お願いします、はい、ではまた、来週もこの時間にお会いしましょう。それでは、はい。